Stop it. Get some help. あらたきは誕生日に歌を歌ってくれますが、一人の歌手として意識したことなどあるのでしょうか。私自身、西川さんもあらたきも大好きなので、今回の祈願で手に入れて稲妻ロックフェスを開催したいと思います。今回最初にだからこの誕生日のメッセージは、最初は結構ね、台本にはこう拙い感じで、こうなんですかね、調子っ端な感じで最初歌うみたいな感じの部分があったんですよ。でもやっていただ、まあ、やらせてもらうときに、せっかくだったんでいろんなバージョン試していく中で、贅沢な話ですけど、かなりこう高らかに歌うっていうのをやらせてもらったら、意外といいねって言っていただけて、それはもういいに決まってるんですよ、そりゃ。いや、これに合わせて、それはいいに決まってますよ。いやいや、で結構それに合わせてっていうか、まあ、僕の場合これなんですけども、ね、やっぱり中国語版、あとは英語版の皆さんいらっしゃるんですけども、いろんな方が個性的な歌をここで披露してくださって、うわすげえ、荒崎を通して中にはビートボックスやる人もいてたりとか、いやすごいです。それなのになんかあの歌があまりお上手じゃない設定が裏であるみたいな話でそうなんですよ。おいおい、とんでもない設定だなってさっき聞いて思ったんですけども、いやでもね、ここまでやっぱあのね、イットもあの歌えるとことを今回証明してきてるので、いずれこの稲妻の中で、お来るぞこれ、ええ、来るぞ、いずれイットのイットのコンサートのコンサートもしくはイットを貫突したらまあそうですね、一曲聴けるってやつ、やべえ、熱い、ありそうですけどね、ね、うん、2,3 曲だからもうガチャで弾いてもらって、全然ありそうですよ。だって西川さんがねやっぱ声担当されてるわけですから、いやいやいや、やっぱどうしてもそこを期待されてる方も、ね、いらっしゃると思いますし、いや俺も聞きたいですよ。ぜひイットのキャラソンで、やべえ、なんか来るのすげえの来そうだなでも 歌がそのお上手じゃない設定っていうのもなかなか難しくないですか、やっぱり。そう、いやいや、そんな、なんかね、まあほら、うまく歌うっていうことも僕ほらタイプ的に結構ドーンとこうなんかね、はい、みたいな感じなんで、そこら辺は全然ね、そうですか、はい、気には全然しないんですけど、そうなんですよ、ね、むしろやっぱイットが歌ってないとっていうのがあったので、まあ、確かに、そこはやっぱ気になってましたね。一番ですね、はい、ああもしかしたらじゃあ近い将来か遠い将来かわからないですけど皆さんが望んでくだされば、イットのね、はい、稲妻ロックフェスが稲妻で開催されるかもしれな い、はい、ぜひね、そんな舞台なりはしてますから確かに、はい、あとあらたきあのやつらにあの楽器もしてますから、はい、あいつらバンドでやらせるんで、確かにね、そういうイベントもやってね、この間やってましたからね。